皆さんこんにちは。こんにちは。今日はリクエストをもらった商品を紹介するのだ。このシュウマイなんか大きくない？そうなのだ。1個が普通のシュウマイ5個分くらいあるんだよ。でっか。値段も900円とビッグサイズね。豚肉を鶏肉と読み間違えて豚肉が入ってないと思ってたのだ。コメントで教えてくれた視聴者兄貴やネキありがとう。ほんとびっくりしたのだ。驚いたのは視聴者の方だと思うわよ。これ以降は文字で修正を入れていくのだ。重さは 652g だったよ。容器が大きいからシューマイの重さを測った方が良さそうね。直径は 6cm だね。これだけ大きいと箸で持つのも大変ね。1個 100g だね。普通のシューマイって1個どれくらいの重さなのかしら。15から 30g が多いんじゃないかな。切って断面を確認しよっか。シューマイというより肉団子みたいね。中の肉はきめ細かいタイプだね。今日の飲み物はキリンの赤色の缶だよ。いつもなら飲みたいだけでしょっていうところだけど、大きさがよくわかるわね。缶の太さくらいあるね。じゃあ食べやすい大きさに切っていただきます。はい、どうぞ。味は普通なんだけど弾力があるね。4分の1の大きさでも食べ応えがあるよ。特売シューマイも鶏肉だけのがあるけど、断然こっちの方が美味しいね。エキスをたくさん入れてるからかな。豚肉がなくてもなんとかなるものなのね。でもね、この量で単調な味だから1個で飽きちゃうね。ここまで量が多いと誰かと分けるか数回に分けて食べるかしないときついわね。ちょっと味を変えようか。特売からしで味にアクセントをつけていくよ。そろそろ星評価を聞いてもいいかしら。星4だね。インパクトがあるけど正直ここまで量はいらないね。3個入りもあったからそっちでよかったかな。鶏肉だけでよくやってる味だけど、豚肉と鶏肉を使ったシューマイと同じ価格帯になるから、それと比べると味は落ちちゃうね。たまに変わったものが食べたいなって時やパーティー向けって商品だね。確かに見栄えはするものね。シューマイはちょっと大きいくらいがいいかもしれないね。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。